おはようございます。スリコー TV です。今日ですね、買ってきて紹介したいなーなんて思うルアーが、これね、今活のモグラモスチャターね、スピンチャターって書いてありますけども、これをね一個ね、まだね買ったことなかったんで買ってきてですね、ちょっと使ってみたいなと思って、こう見ていきたいと思います。まあね、スピニングで投げれる、まあ小柄なチャターだよってことでいいんだと思うんですけども、カラーがね霞ワカサギで、重さがですね 5g っていうのを買ってきました。何種類かね、スピンチャターでも重さあったんですけども 5g サイズね、これを買ってきてました。裏には説明書きが書いてあって、早速じゃあちょっとね開けていきたいと思います。おー、よいしょ、はい、パチッと取るね。あね、これで、ね、今取れちゃったけど、本来はこの針先を守ってくれるこういうガードがね、ついてますんでね、針先舐めないようにということで、わー、こういう感じですよ。ほら、キラーンとしてますが、小柄のボディ、あーで塗装が綺麗ですね。小さいんですけど、すごい、凝った塗装ですね。綺麗に塗られております。で、分かりやすくですね、裏に 5g、F ってマークがついてますけども、 5g っていうのがこの裏に書いてあるんで、まあサイズ間違わないですぐにさっと選べるんじゃないかなって。まあガードはついてないですね。そんでこの針、うわー、結構ね強力なピンピンな針がついておりますが、やはり結構小柄ですね。で、まあ 5g って書いてあるだけあって、ほんとね持った感じも、普段 10g とかね 14g のチャーターばっか使ってるんで軽いなっていう感じですが、これ裏に細かい説明書きが書いてあるんで、スピンチャタースピニング&ベイトフィネス対応、ダウンサイジングされたモグラモスチャターってことですね。モグラモスチャターの千鳥性能をそのままに、さらに浅いレンジやタフなコンディションをスローにフィネスに攻めるために開発されたのがスピンチャターです。軽量コンパクトなスピンモスチャターはスピニングギアで使用前提としてセッティングされていますが、ベイトフィネスと組み合わせることでさらにアグレッシブかつタイトな攻めを可能にしました。基本的使用法はロッドワークを必要としないミディアムから、まあスローでのストレートリトリーブ。軽量なスピンモスチャターは千鳥アクションのレスポンスがオリジナルに比べてクイック&シャープにセッティングされたスピンチャター、専用ブレードが装着されています。これによりハイスピードで小粒ながら激しい千鳥モーションを見せ、スロースピードでも千鳥モーションを殺すことなくオリジナルに比べ浅いレンジをスローに攻略することが可能になりました。そのコンパクトな大きさからトーナメントはもちろんノイケア水路などのおかっぱりにもベストフィットします。で、推奨のトレーラーが、ジャバシャッドの 3.5 インチニードルシャッド、千鳥を抑えたハイスピードで使いたい場合はトレーラーにアンクル 5B シャットテール3インチもしくは相当のシャットテールワームをおすすめします。あー、なるほど、千鳥をあんまりさせたくないときはこうお尻のところに、ブレーキじゃないですけどね、そういうシャットテールの処理したらいいんじゃないかななんていうふうに書いてありますが、まあ自分はなんだかんだツインテールリンガーつけちゃいそうな気がしますけども、まあ、小型シルエットのトレーラーとかを、つけて使ってみようかな。で、これね、なんで買ったのかっていうとね、亀山ダムとかで使いたいなっていうところで買ったのと、あとは最近ですね、グラススピニングってね、ああいった竿をいくつか手に入れたんで、まあそういったグラススピニングで何にも考えずにね、遠くにも P ラインでバキャーンと飛ばして、広範囲をサーチしていきたいな。で、実際に 10g とかのチャターもね、グラススピンで投げたりしてるんですけども、あそこら辺はまあやっぱりベイトが投げやすいのかなっていう風に感じていて、で小型で P の 0.85 とか15ぐらいのやつで、まあ C バス釣りみたいな感じですかね。もうとにかく遠くに入れて広範囲をね一気に
探ってくれる、まあ基本はミノとかクランクベイトなんでしょうけども、まあ、そんな時にこういったね、まあ、大好きなチャターベイトをスピニングでやってなんか引っ張ってこれないか、魚をライズアップさせることできないかってね、頭の中で妄想がくるんで膨らんで、小さいチャターなんかないかなということで釣り具屋さんね、いろいろ探していたら、あのね、まあチャターベイトといえばね、この、モグラモスチャターね、これね、もう定番中の定番ですか、これはこんな小型の使いやすそうないい感じのやつがあったんだなんていうことでね、今更ながらねこう見つけてですね、1個買ってきてみました。まあ価格ね、これ1個で950円なんで、そんな安いもんではないんですけども、ここぞっていうタイミングでね、もう何でやっていいか分かんない、ワームでライトリグやってもなかなか釣れないし、かといってちょっとフルサイズのチャターだとかクランク巻いても当たり出せないし、ブルフラットもなんだか反応しないしな、なんていう困ったな、なんていう時にね、ぜひ使ってみたいなと思って買ってきてました。というわけで、あとはサイズは小型で、で、まあ 5g って感じですけども、実際に重さね、今カツのスピンチャター 5g っていうことで売ってましたけど、何 g か測っておきたいと思います。何 g ですかね、まあ5g って書いてあってもね、こんだけいろいろパーツがついてるんで、そうじゃねえかな、なんとなく感じたんですけど、7グラムちょいありましたね。ということで、まあこれにトレーラーね、つけたら、だいたい今10グラム、11グラム前後になるんじゃないかなっていうことなんで、この、まあ、ヘッドのところが多分5グラムなんでしょうね。これが5グラムのヘッドで、で、この、多分ブレードとか、まあ細かい話ですけど、このスナップもチャターベイトといえば最初からついてますからね、これとかトレ、あ、このね、スカートね、こういうのが組み合わさってだいたいまあ 5g っていうことですけど、まあ 7.4g っていう風に表記されてますね。ということで、まあ、ベイトフィネスなんかでももちろん投げやすいよっていうことなんで、ちょっとね、岸際タイトにね、テンポよくテンポよく打っていくときはベイトフィネスなんかで使って、ただ想定してるのはちょっと広大なね、フラットエリアとか、あ、湖の真ん中の方のなんか上のレンジでやたらボイルが起こるんだけども、そういうボイル待ちできないでこっちから仕掛けていきたいな、なんていう時にこれをスピニングでドバーンって投げてね、タカ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 ーってダリッタカタカタカタダリッてこうね、血取らしてわーって食うことがないかなということで一つ買ってきてみました。またね、釣り場で釣れたりしたらね、あれで釣れたよなんて感じでご紹介できるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとね、グラススピニングと合わせてみたいなということで、試しにですね、この今カツのスピンチャタね、5g モデル、これを、買ってきてみました。というわけで本日の釣り子 TV はですね、こういった今カツの、小型のチャターベイト買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。